こんにちは、ミルクです。こんにちは、モナカです。今回はいよいよロマノフ家最終回、皇帝一家の最後を見届けようじゃないか。わかってたとはいえ処刑されるなんてひどいわー。なんでそんなことになってしまうの？なぜ処刑されたのか、処刑への道をたどっていこう。世界一嫌な道やな。じゃあ、早速解説していくわん。にゃあ。ラスプーチンが1916年の末に暗殺された頃を最後に、第一次世界大戦でのロシアの進軍は止まった。他国が戦車を導入してみたり火力重視の中、ロシアではニコライ2世の意向で相変わらず歩兵の大軍主義を貫いていた。戦闘は小さい勝利と大きな敗北の連続だったという。基本、ニコライ2世って保守的すぎるのね。そんな中でラスプーチンがいなくなっても民衆の反政府感情は全然抜けなかった。しかもその頃に地方から首都ペテルグラードに若い兵士が20万人も集められていて、全員歩兵だったんでしょうね。彼らも反政府の雰囲気に影響されていった。ちなみにロシアの首都はサンクトペテルブルクだけど第一次世界大戦が始まるとロシア語のペテルグラードに改名しているよ。首都がピリピリしている中、ニコライ2世は1917年の2月22日、再び首都を離れて大本営のモリヨフに滞在する。この頃に子供たち全員がはしかに感染し、妻のアレクサンドラは毎日子供たちの体温や症状をニコライ2世に知らせたという。女の子たちははしかにかかった後、髪の生え方が変わったことを気にして全員が自ら坊主になっている。いい笑顔、揃って坊主になってるし仲がいいのがわかるわねー。実は長女のオリガには戦争が始まる前にルーマニア王家との結婚話があったんだ。でも、私はロシア人だから、ロシアに残ります。と言って家族の元に残ったのさ。きっと家族と離れたくなかったのね。でもこの時にルーマニアに行っていれば。あ。処刑されることもなかったのねー。仲がいいのが裏目に出ちゃったね。悲しいわねー。ニコライ2世が首都を離れた翌日から大雪が続き、貨物列車が遅れたためパンなどの食料品が品薄になってしまう。パンをよこせー。と、主婦たちがデモを始めると。すぐに労働者たちも参加し首都全体に広がっていった。交通は遮断され、首都は危険な雰囲気に包まれたのさ。交通を遮断しちゃったら余計にパンが運べないような。デモはやがて、チャーリを倒せー。と、打倒チャーリの声が加わった。これが、2月革命の勃発だ。ついに革命が、ロジェンコ国会議長は首都を離れ中のニコライ2世に対し、もう飽きません。無政府状態になってます。直ちに国民に受け入れられる内閣を作らせてください。ここで言う内閣は、国会が閣僚の任命権を握り、内閣は皇帝ではなく国会に対して責任を負う、議会責任制内閣のことだ。まあ要は皇帝が持ってる内閣への権限を国会に渡してくれってことさ。渡したらいやん、緊急事態なんだから。でもニコライ2世は拒否、国会に権限を渡すなんて専制君主志向のニコライ2世にはありえないことだったのさ。この頃のニコライ2世とアレクサンドラの手紙が残っている。大変な時だから何か相談したりしてるんでしょうね。愛する私だけのさに、私の愛するお日様。なんで相変わらずやねん。私は君だけのやんちゃ坊主。おっさんやろ。一方のアレクサンドラの手紙を見てみよう。嫌な予感しかない。私だけの大切なあなた。革命起こってるのよ今。私のいたずらっ子。やんちゃ坊主でもある。神が授けし私の宝物。私の命を照らす光。私のすべて。例えが止まらない。私はあなたの古き友。あなたの支持者。一番の友達や理解者でもあるということね。古女房。古女房？私という古女房があなたをお守りします。急に初対じみた感。アレクサンドラの手紙はいつも、恋する少女のラブレターのようだった。少女というか古女房。革命で大変な時にラブラブなやりとりしてて大丈夫なの。国会はニコライ2世に首都の大変さを訴えてたけど、内閣は解散になったら困るんで、ニコライ2世には大丈夫だと取り繕っていたのさ。だからニコライ2世は首都の状況をそこまでわかっていなかったのさ。2月26日には労働者のデモ隊へ向けて警察と軍隊が発砲し、150名以上が亡くなった。また血の日曜日みたいなことが、しかし、若い将校たちは発砲を拒否するようになった。この動きはすぐに広がり、翌日には労働者に同調した兵士たちが反乱を起こし、裁判所が放火されたり監獄が襲撃されて囚人が脱走した。
騒乱の原因は民衆が政府を信用していないせいです。直ちに信頼を得られる内閣を作るべきです。と、再び要請が入る。そうよ、早く混乱を収めないと。しかしニコライ二世は拒否。このやんちゃ坊主が、はい猫かん。にゃあ。もうあかん、俺たちで何とかしよう。と、国会で臨時委員会が設立された。そして同じ日の午後、もう一つの団体が発足した。それが、ソビエト、だ。ソビエト、すごく聞いたことあるわね。ソビエトは兵士や労働者、農民による評議会だ。臨時委員会とソビエトは会合を重ね、当面の間は臨時委員会がロシアの最高権力機関となることに決まった。しかし臨時委員会には民衆を動かす力はなかったので実質的な主導権はソビエトが握っていたという。この時点でロシアの権力は臨時委員会とソビエトに委ねられた状態なので、ニコライ2世は空気になった。まさかの皇帝が空気。もはや皇帝という存在と、皇帝が作った内閣は空洞化したのさ。ニコライ2世はモギリョフを出発し首都へ向かったけど、最短ルートは革命派に抑えられていたので長時間かけて遠回りした。3月2日、ニコライ2世は途中のプスコフ駅の列車内に留まっていた。プスコフを管轄するルスキー将軍は皇帝に批判的な人物だったという。そこに各地の総司令官の統一見解として、民衆の暴動を鎮めるためには皇帝の交代が不可欠である、という電報が届く。中にはニコライ2世を支持する電報もあったけどそれはルスキー将軍がもみ消したという。皇帝の交代を進める中にはニコライ2世の親戚であるニコライ大公もいた。ちなみに前回、ニコライ大公を王子だと言っちゃったけど正しくは、いとこ違い、だった。失礼しました。じゃあタラちゃんをニコライ2世だとするとノリスケさんもいとこ違い。そうなるね。王子は海兵おじさん。ナギエさんは大場。誰だよナギエさん。ナミ兵さんと海兵さんの妹よ。ノリスケさんの母でもあるわ。このタイミングでサザエさんに詳しくなる私。ニコライ大公までが皇帝の退位はやむを得ないと伝える電報を見て、ニコライ2世は長いこと考え込んだ末。私は決断した。皇帝を退く。と、ついに退位を決意した。ああ、ついに退位か。これはあくまで皇帝の交代だ。息子のアレクセイを新皇帝とし、アレクセイはまだ若いのでニコライ2世の弟、ミハイルを摂政とすることになってたけど。病弱な息子とは離れがたい。皇帝の位は弟のミハイルに譲る。と言って次の皇帝は弟のミハイルになった。3月2日のことだったよ。ちなみにこれらの日付は旧暦で、今の暦だと3月15日になる。でも資料が全部旧暦で書いてあるんでこのまま旧暦で行くよ。にゃあ。その日のニコライ2世の日記を見てみよう。私の周囲はすべて裏切り者と臆病者、欺瞞ばかりがある。政府も軍も身内まで、自分を見捨てたことにショックを受けていたようだ。悲しいわねー。でも、あれだけ民衆が荒れてたら仕方ないのかな。その日のうちに帝位が弟のミハイルに譲られたことが知らされた。しかし政府の幹部はミハイルに、今、帝位につけば命の保証はないでしょう、と脅しのように言い。ミハイルも同意せざるを得なかった。このような状況では帝位につくことはできない。私は国民に望まれた場合のみ皇帝となる。ミハイルは皇帝の地位を返上した。誰かに帝位を譲ることなく、ロシアに皇帝はいなくなった。こうして300年にも及ぶロマノフ王朝は幕を閉じたのさ。ここで終わり？ニコライ2世ってまだ列車にいるんでしょ？思いっきり列車に乗ってる。最後の皇帝が列車に乗ってる間に300年の王朝が終わってしまうなんて、あっけないというかなんというか。もしもラスプーチンと早く決別していれば、また先制君主に固執しなければロマノフ王朝は今も続いていたんじゃないかなと思ったりするよ。現代のイギリス王室や、日本の天皇みたいに統治はしないけど国を象徴する皇帝として続いていたりとか。そんなロマノフ家を見てみたかったわね。ニコライ2世は退位した後、一旦大本営のモギリョフに戻り、軍に別れを告げた。参列した兵士たちはショックで号泣したり卒倒する人が続出したというから、ごく身近な人には好かれていたんだろうなと思う。変に頑固だけど性格は良いもんね、ニコライ2世。皇帝がいなくなり、臨時政府が発足していた。ここでロシアは臨時政府とソビエトの二重権力になる。首都に戻る列車に乗るとニコライ2世は臨時政府に拘束された。臨時政府としては皇帝一家を外国に送ることで国内の混乱を収めようとしていたのさ。
しかし、アレクサンドラの祖母ビクトリア女王がいることで候補となっていたイギリスは、国内での反発を恐れて受け入れを渋った。ニコライ2世の母、マリーの母国デンマークは敵国ドイツに近いため避けられ、結局外国には行けなかった。ここで外国に行くことができていればまた結末は変わっていたかもしれないのね。ソビエトは皇帝一家を逮捕し裁判にかけることを要求しており、首都へ帰ると妻のアレクサンドラや子供たちは逮捕され、宮廷に軟禁状態となっていた。随分広いところで軟禁やな。家族の無事を確認してとても喜んだ。ニコライ2世は子供たちの前では平静を保ってたけど、妻のアレクサンドラと二人きりになるとロマノフ家のことを思い号泣したらしい。やんちゃ坊主を慰めるフル女房ちゃん。旅館のアンナ・ビルボアといった少数の側近は自ら宮廷に残ってたけど、多くは監獄に移されてしまった。宮廷の警備兵が革命派の兵士に代わっていて、彼らはニコライ2世を見ると煽ったり、アレクセイのおもちゃを取り上げたりした。なんやその警備兵。皇女たちを見ると卑猥な冗談を浴びせたという。爆破しよ。爆弾まだ持ってたんか。さらにニコライ2世の自転車を銃剣で突いて転がしたという。何してんのよ、っていうかニコライ2世って自転車乗るのね。宮廷の周りには柵が立てられており、民衆が詰めかけてヤジを飛ばした。アレクサンドラは心臓病の悪化と心労がたたり、車椅子のアレクサンドラをニコライ2世が押して中庭を散歩することもあった。辛い状況でも仲睦まじくて泣けるわ。日中はニコライ2世と娘たちが草刈りをしたりして気分転換していたという。司法大臣のケレンスキーはこの頃のニコライ2世について証言を残している。部屋に入ると兵服姿の小さな男がいて。ニコライ2世は身長170センチでロマノフ家にしては小さかったんだ。ぎょとんとした目でこちらを見ていた。小動物だと思ってる？この男が最近までロシアという大国の支配者だとは信じられないように思えた。ニコライ2世は敬意を返上し肩の荷が下りて、密かに安心していたのかもしれないという。もともとニコライ2世は家族と一緒にいるのが何より幸せって感じだったし、皇帝は性に合ってなかったのかしらね。ソビエトはニコライ2世を裁判にかけようと、ドイツと単独講和を結ぼうとした国家反逆罪の疑いで捜査をしたけど何も出てこなかった。旅館のアンナ・ビルボアとラスプーチンの深い関係についても調査がされたけど何も出てこなかった。結局、裁判にかけるのは諦めた。宮廷での軟禁生活が5ヶ月過ぎた頃、首都に元皇帝一家がいると革命派が騒いで危険だということで移動を命じられる。行き先は温暖なクリミアだと聞いていたのに、直前になってシベリアのトボリスクだと知らされた。シベリア送りになってない？そう、ロシアの歴代皇帝によって多くの人が送られたシベリアに、元皇帝一家が送られることになったのさ。悲しいわねえ。トボリスクでは旧知事の皇帝に住むことになっていたけど、準備が整ってなかったので待ってる間にトボリスクから25キロほど離れた、ラスプーチンのゆかりの僧院を訪ねた。ほんとラスプーチンのこと好きだったのね。トボリスクに移動したのが8月。そして10月になると、レーニン率いるソビエトが臨時政府を倒した。これが10月革命だ。レーニンはソビエトの中でもボルシェビキという一派だったから、ボルシェビキ革命とかソビエト革命、2月革命と合わせてロシア革命と呼んだりするよ。この革命によりロシア帝国は崩壊し、ソビエト社会主義ロシア共和国が成立する。ついに国の名前まで変わっちゃったか。レーニンはドイツと単独講和を結び、これによりロシアは第一次世界大戦を離脱という形で終わらせた。胸がムカつく、屈辱的だ。敵軍がロシアの広大な領土を占領しているというのに単独講和なんて、こんな悪夢は予想外だ。ボルシェビキの悪党どもめ。とニコライ2世はだいぶ憤っていた。ソビエトが政権を握るとニコライ2世たちの立場は余計に悪くなった。側近たちは最初は一家の隣の建物に住んでいたんだけど、革命後は一家と同じ家に移されたので狭くなり、食料の配給も減らされた。警備兵の態度もさらに悪化し、一家が寝ている時に酔っ払って寝室に入ってきたり、勝手に衣類や引き出しを荒らしたり、一家をからかったりした。警備兵うざすぎる。この頃のニコライ2世とアレクセイの写真がこれだ。意外と平和そう。服装がシベリアっぽくなってるわね。食料の足しにと菜園を作ったり鶏を飼育して、アレクサンドラは鶏小屋を見るのを気晴らしにしていたという。写真は平和そうだけど、日記では。これ以上我慢できない、何に期待し何を望めばよいかもわからない。と、だいぶしんどそうな様子だ。
4月になると、一家はエカテリンブルクに移された。市の中心部にある商人イパチェフの家に幽閉されることになる。2階建ての大きな家ではあったけど、一家と側近たちに加えて警備兵も同居になったので窮屈だったという。あのうざい警備兵と一緒は嫌やな。トイレに行くにも警備兵たちの前を通らねばならず、女の子たちはその度に卑猥な言葉でからかわれたという。どこに設置しようかしら。一家も同居してんだぞ爆破すな。警備兵は、元皇帝一家を侮辱することで革命精神を表していたのさ。一家の私物を勝手に取り上げたり、ぶっ飛ばしたい。部屋中に卑猥な落書きをした。いちいち卑猥やな。一家は窓から外を眺めるぐらいしか気晴らしができず、それすら途中から窓に石灰を塗られてしまった。朝食は黒いパンと紅茶で砂糖はなかった。昼間は油が浮いたスープとほとんど肉のないカツレツ。食器も足りず、みんなで順番に使い回していた。どんどん環境が悪くなって辛いわねー。家の周りには高い柵があり見張りの兵士が囲んでいて、一家をからかうために、卑猥な歌を大声で歌っていた。卑猥な兵士しかおらんのか、あーあーあー。兵士たちの卑猥な歌が聞こえた時、一家は賛美歌や子供の歌を歌い聞こえないようにしたという。いかなる時も家族で支え合うのね。エカテリンブルクでの生活はかなり辛いもので、ニコライ2世が毎日書いていた日記も6月になると途切れがちになっていた。そして、このエカテリンブルクが、一家の最後の地となる。いやあ。エカテリンブルクに来てから約2ヶ月、皇帝を退位してからは約1年4ヶ月後のことだ。深夜、反革命軍が迫ってくるので移動するという名目で家の地下室に集められた。地下室に入ったのは、ニコライ2世50歳、アレクサンドラ46歳、オリガ21歳、タチアナ20歳、マリア19歳、アナスタシア17歳、アレクセイ14歳の一家全員と、それに料理人のイヴァン、使用人のアロイス、メイドのアンナ・デミドバ、主治医のエフゲニー・ボトキン。この11人だ。メイドさんたちもいたのね。体力が衰えたアレクセイと、心臓が悪いアレクサンドラは中央の椅子に座っていた。現場の指揮をしたのは警備隊長のユロフスキー、エルマコフなどのソビエトのメンバー5人、その後ろにラトビア人兵士7人が囲んでいたという。そして隊長のユロフスキーが言った。怖いわ。ソビエト執行委員会は、諸君を銃殺することを決定した。ひぃぃぃ。きゃあ。なんてこと、神様。神よ、一体なんてことをするのだ、狼よ、待ってくれそれは。みんなあ。女性たちが悲鳴を上げ、ニコライ2世が何かを聞き返そうとしたその時、早くも銃撃が始まったのさ。じゃあ、いやあ。女性たちの叫び声が部屋に響いた。真っ先に狙われたのはニコライ2世だったけど、医師のエフゲニーがかばったので先にエフゲニーが倒れたと言われている。銃撃により白い硝煙が部屋に充満した。硝煙の中を女性のうちの誰かがドアに向かって走ったけど、エルマコフに撃たれて倒れた。そして銃撃はラトビア兵たちの弾がなくなるまで続いた。ひどすぎるわ。射撃そこまで。助かったわ、神様。誰、無事なの？声の主は、枕を抱えたメイドのアンナだった。しかしアンナは泣きながら逃げ惑う中で何度も銃剣で刺され、亡くなった。痛かったでしょうね。そしてまだ生きている人が他にもいた。息子のアレクセイだ。怪我をして苦しみ、床でうめいていた。兵士は銃剣で刺そうとしたけど、服や下着に大量の宝石が縫い付けてあったため剣が通らなかった。一家は最後まで救出される望みを捨てておらず、脱出した後のために宝石を身につけていたのさ。脱出の希望を持っていたのに。銃剣が通らないのでアレクセイはユロフスキーの銃で2発撃たれた。それでもアレクセイは床でのた打ち回っていて、3発目がアレクセイの口の中に打ち込まれ、亡くなった。アレクセイ、まだ生きている者がいないかユロフスキーたちが調べると、オリガ、タチアナ、アナスタシアの3人の娘もまだ生きていたという。縫い付けてある宝石が弾を防いでたのかしら。エルマコフが彼女たちを銃剣で刺そうとしたけどやはり宝石により剣が通らなかった。アレクセイと同じくユロフスキーの銃で撃ち、ついに全員が亡くなった。罪もないみんなが、亡くなってしまったわあ。本当に悲しいけど、ここで前々回に紹介したニコライ2世とアレクサンドラの結婚前の交換日記を見てみよう。
こんな時にそんなん見たら余計に悲しいじゃない。愛はもう私たちから消え去ることも、飛び去ることもないのです。本当にその通りになった。最後まで愛情は変わらず、消え去ることもなかったね。そうね、一緒に亡くなったから天国でも一緒にいるのかしら。それは二人が結婚したばかりの頃の日記を見ればわかると思う。私たちは生涯一緒です。そしてこの生涯が終わったら、別の世界でも会いましょう。そうしたら行く世紀も、いつまでも、永遠に一緒に暮らしましょうね。アレクサンドラちゃん、ニコライ2世、本当にどこまでも素敵な一家だったのね。ずっと一緒にいるのね。そうだね、素敵な家族みんなが亡くなってしまったけど、続きの様子を見よう。悲しくて見れないわ。ニコライ2世にとどめを刺したのは俺だ。いや俺だ。お前だ。と、誰が元皇帝の命を奪ったかを競ったという。こいつら何なのよ。エルマコフは英雄気取りで、処刑に使った銃を持った記念写真を撮り、直筆のサインを入れたという。どういう感情なの？兵士たちはニコライ2世たちの服に縫い付けてある宝石を奪い合った。俺のだ。いや俺のだ。ワイのだ。いや何回争うのよ。ユロフスキーは兵士たちを叱り、奪った宝石を出させたけど全部は回収しきれなかった。家の外には遺体を運ぶトラックが待機していて、一家の悲鳴などをごまかすためにエンジンがかけっぱなしだったという。遺体は郊外の森にある廃坑の深い穴に投げ込む予定だったけど、夜中だったので穴が全然見つからなかった。そのうち夜が明けてしまったので人目を避け、たまたま見つけた別の廃坑にとりあえず隠すことにした。隠す時に遺体から衣服を剥いで焼くことにしたんだけど、そこでも兵士たちは服に縫い付けた宝石を見つけた。俺のだ。いや俺のだ。ワイのだ。こいつら同じことしかしないな。衣服は焼かれて遺体は穴に放り込まれ、身元がわからないよう手榴弾が何発も投げ込まれたという。一旦ユロフスキーたちは町に戻り、また本格的な遺体の隠蔽作業をするために戻った。遺体を放り込んだ穴の近くに別の穴を掘って埋めようとしたんだけど、穴を掘り終わったところで知らない人影が近づいたんで埋めるのを断念した。こいつら意味もなく穴掘っただけやん。そこで彼らはモスクワから9キロ離れた廃坑の穴に遺体を運ぶことにした。手榴弾で傷んだ亡骸をまた運ぶなんて。ところが予定した廃坑に行く途中でトラックが泥道にはまって動けなくなったんで、仕方なく道の真ん中に穴を掘って埋めることにした。道の真ん中にまた穴を？道といっても現代みたいなコンクリ道路じゃないから掘れたみたいだ。道の真ん中に2メートルの穴を掘って遺体を並べた。穴掘ってばっかりやな。穴を掘っている間に、少し離れたところにも別の穴を掘った。こいつら掘りすぎやろ。こうして二つの穴に遺体が埋められることになった。ひどすぎるわ。処刑翌日のソビエトによる公式発表はこうだ。反革命勢力がソビエトから全皇帝を奪還しようとする陰謀が発覚したため、情勢を考えニコライ2世をやむを得ず処刑した。ニコライ2世の妻や子供たちについては、安全な場所に移送した。移送してないやん。穴ばっかり掘って埋めたやんかー。全員の処刑を隠蔽した理由としては、バレたらソビエトに非人道的なイメージがついてしまうことや、アレクサンドラがイギリスのビクトリア女王の孫だったんで、生きていることにして外交交渉に使いたかったんだという。外交交渉に使いたいなら処刑すなー。こうしてニコライ2世の処刑は終わった。しかし、有名なのはこのニコライ2世一家の処刑だけれど。え？これ以外にもロマノフ家の処刑は行われている。まだ被害者が？ニコライ2世たちの惨劇から1ヶ月ほど前、ニコライ2世の弟ミハイルは、イギリス人秘書と共に森の中へ連行され、銃で撃たれて亡くなった。隠蔽工作により、今でも遺体は発見されていない。39歳だったよ。弟までが、ミハイルの妻子は脱出に成功し無事だったのがまだ救いだよ。そしてニコライ2世一家の処刑の翌日、ニコライ2世のハトコのイワン32歳、コンスタンチン27歳、イーゴリ24歳、いとこのウラジーミル21歳、いとこ違いのセルゲイ48歳、そしてアレクサンドラの姉エリザベータ53歳。彼らは揃って郊外の廃坑に連行された。そこは深さ20メートルもある井戸のような廃坑で、そのそばに立たされた。そして全員が銃で撃たれ、廃坑に放り込まれたのさ。聞けば聞くほど辛すぎる、処刑も廃坑もどんだけあるのよ。この人たちは処刑された翌年に発見され、埋葬されているよ。そして翌年には、まだあるの？
ニコライ2世のいとこ違いのニコライ・ミハイロビチ59歳、ゲオルギー55歳、ドミトリー58歳、おじのパーベル58歳。この4人も同時にペトロ・ハブロフスク要塞にて銃で処刑されている。やめてー、そんなに処刑したら誰も残らなくなるじゃない。政権を取ったソビエトはロマノフ家一族を誰も残したくないんだよ。一族が少しでも残っていたらまた皇帝として復活してくるかもしれない。そうするとまた政権を取り返されるだろ。サザエさん一家が全員消えても、イクラちゃんが残っていればアニメがまた始まるかもしれないってことね。やめなさい。サザエさん一家に何があったんだ。それにロマノフ家の誰かが残っていたら、ロマノフ家を支持する者たちもまたソビエトの敵になる。それを防ぐ目的もあるのさ。イクラちゃんを主人公でアニメを続けてくれという視聴者もソビエトの敵になるということね。どういう状況だ。なぜソビエトがサザエさんのアニメを終わらせようとしてんだ。とはいえロマノフ家でもロシアから亡命できた者は生き残ることができた。ニコライ2世の母マリーや、いとこ違いのニコライ大公やピョートル大公なども無事だよ。ニコライ2世には妹がいたけど無事だった。よかったわ。公式発表ではニコライ2世の妻子は無事と発表されたけど、信じる人はほとんどいなかった。きっと一家は処刑されているだろうと人々は思ったという。アナスタシアは公女の中で一番若く、写真でもまだ子供らしさを残していたから特に関心を引いた。アナスタシアは密かに助けられ、国境を越えてどこかへ脱出したのではないかという話が広まり、多くの小説や映画で描かれ伝説となった。悲しい境遇の美しい少女がいて、生きていてほしいと願う人々もいて伝説が生まれるのもわかるわ。そうすると出てくるのが、アナスタシア本人です。不謹慎系 YouTuber か、しんみりしたところにすかさず出てくるわね。アナスタシアを名乗る者が続出した。しかも続出。特に有名なアナスタシア伝説は1920年、ドイツのベルリンに出てきたアンナ・アンダーソンだ。アナスタシアの小説などはこの人がモデルのものも多い。アンナは記憶喪失で入院していたけど、自分がアナスタシアであり革命から脱出したことを思い出したのだという。彼女は本物じゃないかと信じる人も多く、皇帝一家の資産の継承を求める裁判まで起こしている。いや不謹慎なだけの子よ、資産あげちゃダメよ。さすがに継承は認められなかったよ。自称アナスタシアが続出したのは資産の相続目当てでもあるんだ。それでもアンナ・アンダーソンを信じる人も多かったけど、ニコライ2世の母マリアは決して会おうとしなかったという。偽物だから会う必要はないけど、一回会って、こいつ偽物やないか、って突っ込んで欲しかった気もする。アンナ・アンダーソンは関係者しか知らないようなことも知っていた不思議な人ではあり、自分がアナスタシアだと言い続けたまま1984年に亡くなった。ソビエト社会主義ロシア共和国はその後ソビエト連邦となるんだけど、そのソビエト連邦が崩壊する少し前、1991年7月18日、衝撃のニュースが流れた。何かしら？ニコライ2世一家の遺骨発見だ。処刑から73年後のことだった。73年後、そんなに長いことかかったのね。最初に発見したのは地質学者のアブドーニン博士だ。ニコライ2世の遺体の場所や家族の行方というのは長年の謎とされていた。もはやソビエトも場所を把握していなかったのさ。アブドーニン博士は処刑当時の関係者に話を聞いて回った。処刑の様子や埋めた時のことはこの時の証言が元になっている。そしてついに遺骨を発見した。実は最初に発見したのは発表から10年以上前の1979年だった。でも発表したところでソビエトに隠蔽されるだけだから、時代が変わるまで黙っていたのさ。エカテリンブルク近郊で発見されたけど9人で、地下室の惨劇から2人足りなかった。そういえば処刑した人たちはもう一つ穴を掘ってたわよね。見つかった9人が本当にニコライ2世たちなのか、正規の鑑定が行われた。鑑定には大津事件の時にニコライ2世の血を拭い、大津の博物館に保管されていたハンカチも使われたよ。日本が役に立ったとは。でもそのハンカチは保存状態が悪く、血液型ぐらいしか照合できなかった。ちゃんと保存せよ。ニコライ2世の亡くなった兄弟や現存する親戚との DNA 鑑定が行われ、一致した。これにより遺体がニコライ2世本人のものと分かった。他の遺骨も鑑定が行われ、娘たちの坊主頭の写真から頭蓋骨の骨相学的鑑定も行われたという。9人の遺骨はニコライ2世、妻のアレクサンドラ、娘のオリガ、タチアナ、アナスタシア、そして側近たち4人であることが判明した。
これにより発見されていない残り二人は、マリアとアレクセイだと分かった。実は遺体を埋めたユロフスキーたちは、アレクセイとアレクサンドラを別の穴に埋めたつもりだったんだけど、アレクサンドラだと思っていたのはマリアだったのさ。アンナ・アンダーソンのアナスタシア伝説を信じる人は、見つかっていないのはマリアではなくアナスタシアだと主張した。しかしアンナ・アンダーソンの DNA 鑑定も行われ、アンナはポーランド系ドイツ人のフランツィスカ・シャンスコフスカであるとイギリスのテレビ局が報じた。16歳の時に働いていた弾薬工場で爆発事故に巻き込まれ、一時精神病院に入院した後に行方不明になっていた女性だったのさ。人騒がせな子やな。そして、ニコライ2世たちの遺骨発見から16年も後、2007年8月、アレクセイとマリアの遺骨が発見された。2007年、かなり現代になってからやっと発見されたのね。ニコライ2世たちが発見された場所から80メートルほど離れたところに埋まっていて、翌年の DNA 鑑定により本人だということが確認された。惨劇から実に89年、やっと家族全員が揃ったのさ。よかったわね。2018年にはニコライ2世たちの鑑定も再度行われた。父親のアレクサンドル3世の墓を掘り起こして DNA 鑑定をして改めて確認されている。また大津事件の時のものも役に立っている。ニコライ2世が着ていた血のついたシャツも鑑定に使われたのさ。最後まで日本と関係の深い人だったわね。今も遺骨の調査は続いていて、家族全員揃っての正式な埋葬はまだされていないようなのさ。早く家族揃って眠れる日が来るといいわね。では最後に少し、現在のロマノフ家について見てみよう。見てみましょう。見てみようぜ。ソフィアちゃんやあ。最後はソフィアも一緒にと思ってね。現在のロマノフ家の家長とされるのはマリア・ウラジーミノブナ・ロマノバさんだ。え、女の人なの？女ということは、女性か。落ち着いて、ロマノフ王朝は終わってるのよ。女性、はあ、はあ。こんな調子で大丈夫なのか。ニコライ2世の弟ミハイルには息子のゲオルギーがいたんだけど、20歳の時に交通事故で亡くなってしまった。それにより継承順位が一番高くなったのがこの家系図にもいるウラジーミルの息子、キリル・ウラジーミロビチだ。ニコライ2世のいとこだね。カツオくんがニコライ2世だとするとノリスケさんが継承順位1位。例えなくていいし何の継承だ。キリルの孫が、現在の家長であるマリアさんだ。ってことはイクラちゃんの娘が課長ってことね。例えを続けなくていいんだよっていうかイクラちゃんの娘誰だ。でもなんで女性が課長になってるの？女性の継承はパーベル一世が禁止したわよね。それは簡単だろ。え？クーデターを起こしたんだなぁ。違う、クーデターで課長になったんじゃないから。女性は本来なら継承できないけど、男性の継承者が誰もいなくなれば女性でもいいのさ。男性は全員処刑されちゃったからもういないってこと？そこまで処刑されてないだろ。他の男は全員クーデターで始末されたということか。さすがに怒られるからやめてくれ。そうじゃない？ロマノフ家の男性はちゃんと残ってるけど身分違いの結婚、いわゆる寄生結婚をしたせいで継承権を失ったのさ。寄生結婚したら継承権を失うとかまだあるのね。寄生結婚がなんだって言うんじゃ。結婚しただけいいだろうが。ああ、そういえばソフィアちゃんって独身だったわね。ただ、どこまでを寄生結婚とするかは解釈によって違う。マリアさんの母親はロシア人貴族で、寄生結婚になるからマリアさんは家長ではないという意見もある。そのため家長の位をめぐってはアンドレイ・アンドレイビチ・ロマノフ、ニコライ・キリロビチ・レイ人間・ロマノフの二人と競合状態にある。アンドレイは家系図の、ここのミハイルのひ孫でニコライ2世の鳩子の子供にあたる。タラちゃんがニコライ2世だとするとまたイクラちゃんの子供ね。何回イクラちゃんの子を捏造するんだ。アンドレイも父親が寄生結婚じゃないかと言われてたりで家長かどうかはっきり決まらず、競合状態になっているのさ。もう一人の競合相手ニコライはさっき出てきたキリルのひ孫にあたり、自らニコライ3世を表明していたりするよ。ただしキリルの娘からの家系なので女系になるのと、途中で寄生結婚もあり家長になるかははっきりしない状態だという。寄生結婚多すぎない？現代だとしょうがないよ。王族出身者以外とは結婚できないとか無理があるだろ。ロマノフ家は寄生結婚に対して厳しいよね。今のハプスブルク家当主であるカールさんも寄生結婚したと言われるけど、それでも問題なく当主になってるからね。ハプスブルク家の方が寄生結婚に寛容なのは不思議ね。
ロマノフ家の方が昔は花嫁コンテストとかやってたのに、それはほっといてやれ。ゴリチンと結婚するという道もあったのだろうか。ソフィアがかつての愛人を思い出している。ソフィアちゃん愛人いたのね。というわけで、家長が誰かは競合してる状態だけど今もロマノフ家は続いている。妻を幽閉し、息子を逮捕したり、夫をクーデターで倒したり、仲の悪さは随一だった。家族仲が良くなるとともに時代は変わり、処刑という最後を迎えてしまった。それでも、18人ものツァーリを輩出し、300年続いたロマノフ王朝。紛れもなく世界有数の名門一族であり、これからも称えられるだろう。そうね、すごい一族だったわ。そうだろうそうだろう。ところで、今ピョートルいたよな。あ。よくも幽閉してくれやがったなぁ。やばい、ピョートル大帝に幽閉されてた恨みが再燃した。出てこいピョートルー。まずいわ、暴走が止まらないわよ。あーもう、はい玉座。女帝。落ち着いたー、やっぱ女帝には玉座ね。しくじり一族ロマノフ家、革命に消えた一家を追う旅はここまでだな。もう行かねばならんな。帰ってしまうのね、ソフィアちゃん。短い間だったが楽しかった。そろそろあっちに戻って、ピョートルをぶっ飛ばしてくるぜ。ソフィアちゃーん。ソフィアは正式には女帝ではなく摂政だった。だが、その類まれなる精神力や根性はまさに女帝そのものだったね。そうね、素晴らしかったわ。さあ、私たちもまた新たな旅に出よう。次はどんな人に出会えるかしら、楽しみだわ。楽しみやな。頭の上のうぷ主が久々に喋ったぞ。よかったらチャンネル登録や高評価、コメントもよろしくお願いします。Twitter のフォローもお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。まったねー。まったねー。